期待の星、競馬2戦目、宮本正明。キック界のマイク・タイソンと言われておりますスタンザマン。まず松井さん、はい、どんな一戦になりますかね。そうですね、やっぱりお互いにパンチ強いですから、一発で勝負がね決まるような対決になるんじゃないですかね、うん、なるほどね。さあパンチ勝負ということです。睨みを利かすスタンザマン、そして宮本。流行る気持ちを抑えながら宮本。宮本選手これ2戦目ですからね、2戦目であの世界チャンピオンと戦うわけですから。そうですね、これはすごいことですよね。さあ右の、そして蹴りキックを放っていった。さあ、おお、圧力はすごい。さすがキック界のマイク・タイソン。さあ膝、あのフックですよね、あー、さあ左右です。宮本選手よく立ってますよね、スピードではどちらですか。いや、お互いスピードありますよね。ほうほうほう。ただ、スタンザマン選手の方が踏み込みの鋭さっていうのがありますから、はい、そこでちょっとあの一歩遅れを取ってるのが宮本選手ですよね、なるほどね。長身です宮本。怖いですけどね、よく勇気出して打っちゃいますよね、はい、宮本選手は。そうですね。さあワンツー、 K1 2戦目とは思えません。最初の試合アイアンロニーを KO しております宮本。そうですね、宮本選手アイアンロニーを倒したですね、はい、KO タイムですけども、これ今 K1 の最短、レコードなんですよね、はい、最短 KO レコードなんですよね。おっと、これはローブロー、そうですね、これはきついでしょう。悶絶します宮本。ちょっとタイミングよく入っちゃいましたね、はい、いやこれはちょっと吐き気を思いますね。ちょっと厳しいですね。これだけ吐き気を催し込んでるって相当でしょうね。ちょっとこれ休まないと厳しいですかね。そうですね、まあこれは男でしかわからない痛みですよね、はい、それもまたこの超一流の選手同士の戦いとなると大変なことになります。さあドクターがリング上、まあ、宮本も勇気を持って飛び込んでいきましたけれども、はい、まあ、このシーンですね、ちょうど急所に当たってしまいました、まあ、スタンザマン選手がサウスポに構えて左の蹴り出したんで、ちょうどねオーソドックスの選手と戦う時というのは当たりやすいんですよね、うん、別に狙ったわけじゃないんですけど、アクシデントです。さあインターバル1分置きます。謝りに行ってますね、でもこれね、ローブローを蹴られるとですね、はい、まあ、下腹部が痛くなるんですけども、膝蹴りとかですね、そういうのをボディに入れられると、もうそれだけで効くんですよね、ああそうですか、余韻が、変な意味の余韻が残ってしまうんですね、まあ、吐き気も用意してますね、吐き気も用意してますから、ちょっとね。さあ果たして戦えるのか宮本。ちょっとね厳しいですよね、プロ2戦目でね、キックの世界チャンピオンになった人と、しかもアクシデントもあり、はい、ちょっと厳しいですよね。まあファールカップは装着しているとはいえ、このクラスですともうひん曲がってしまうでしょ。もうね、そりゃそうでしょうね、しかもカウンターでしたからね。そうですよね。まあ、普通に歩けるかどうかをちょっと見た方がいいと思うんですけど。あ、そうですか。さあその宮本です。
少し落ち着きは取り戻しましたか。ああドクターもねちょっと動いてみると。そうですね、それで確認しないとダメですよね。あーいいこのねファイトしてますね。あーやりますか。あーこれは大したもんですね。素晴らしい。でもこれスタンザマン選手がローキック蹴りにくくなっちゃうんですよね。あーそうですね、もう一回、はい、やっちゃうかもしれないんで、うん、そこがちょっと勝負に関わってくるかもしれないですね。なるほど。さあ試合再開します。さあ試合再開です。アクシデントがありましたが宮本果敢に立ち向かう。ロー、さあ宮本も出る、思い切って打ってる。さあ打ち合いを挑んでいく。おすごいですね、左右のパンチだ。すごい打ち合いで左、左だ、上がればダウンだ、ダウン、左フック今入りましたね。入りましたね。いやーそれでもね倒れないって感じでね今向かってきましたよね。いい根性してますね。素晴らしいと思いますね。さあまさしく男と男の一戦だ。宮本果敢に立ち向かう。ダウンシーンはありましたが、いやもうね下腹部がもう痛いのと、あとパンチもらった痛さ、でもかなり窮地に追い込まれてるんですけど、宮本選手頑張りますよね。そうですね、ファンは勇気をもらいます。宮本のこの闘争本能素晴らしい。出る、宮本が出る、左から右、左の回数、左のフック、しかしそれでも出ます。お手数で勝っているスタンザマン、左出る。宮本選手ね右のパンチはいいんですけど、スタンザマン選手左のフックのカウンターをね、結構もらっちゃってますよね。はい、左右、さあ一旦離れた、右から大きなフックです。すごい音が響いてますよね。まるでサンドバッグを打つかのように。あ左、あっとここはどうか。あダウンです。左のフックがね、はい、ああここはゴングに救われたか。あしかしここは最後まで OK です。あしかし宮本いい根性してますね。そうですね、本当だったらねもう勝負決まっててもおかしくないんですけどね、よく耐えてますね。そうですね、第1ラウンドはアクシデントがありました。その後ダウンシーンが2つ続きました。それでも立ち上がったこの宮本、大和魂を見せてくれます。対するこのスタンザマンの序盤戦はどうご覧になってますか。スタンザマン選手はこれでいいと思いますよね。相手がパンチ強いんですけど、打ってきたらカウンター当てると、はい、もう本当にスタンザマン選手の特徴はね、踏み込み、はい、インとアウトのね、スピードの、まあ、もなんですかね、その踏み込みの速さっていうのが持ち味なんで、そこを生かしてパンチを打っていくと、で深くね、腰を上体を、下げて打っていきますから、カウンター取られにくいんですよね。なるほどね。スタンザマンは腰が強いんですか。そういった意味で言うと、いや上半身を下に下げて、はい、打っていきますんで、カウンター取られにくいんですよね。さあ試合の方は第2ラウンドに入ります。左のジャブから入りましたスタンザマンです。さあ前蹴りを放つスタンザマン、飛び込んでいくスピードは素晴らしいものがありますスタンザマンです。ジャブで牽制、さあ左、右のローキックも強いですね。そうですね。さあカウンターを取ります。宮本選手としてはやっぱり右のパンチを当てていくしかないですよね。さあ右を上げてというセカンド陣の声が響いています。さあローキックは宮本です。お右のハイキック、蹴りでもいいですよね。そうですね、いい蹴り持ってますね。さあ右左、あすごいパンチ、蹴りとかパンチ出すときに宮本選手、はい、ガードが下がってしまうんでそこ狙われてますよね。あなるほどね、確かに右がちょっと下がります。左のジャブですスタンザマン、左に回り込んでいく前蹴りを放っていった宮本、左を合わせるスタンザマンです。左ちょっとやはりガードが下がりますね、右のガードが下がる、ね、はい、
宮本選手も蹴りで勝負した方がいいかもしれないですね。そうですか。お左フック、ちょっとグラッときたか。左です、重たい。このスタンザマンのパンチ、右蹴りで応戦します宮本です。左です。宮本選手もね、右に当てたんですけどね、さあ右宮本、おっとバット左、カウンターもらっちゃいましたね。そうですね、宮本選手はね2つダウン取られてますから、もうね KO するしかないんですけども、なかなか難しいですね。 そうですね、さすがは世界チャンピオン、膝で飛び込んでいった膝、宮本、あーっ危ない。さあ宮本出ます、それでも出ます、宮本は前に出る、さあミドルが入った、そうですね、あのミドルいいですね、宮本選手の。ミドルが突破口になるかもしれません。宮本スタンザマン落ち着いています。残り30を切っています。第2ラウンド、スタンザマン選手からしたらもう2つダウン取ってるんで、はい、ちょっと無理をしないっていう感じが見受けられますね。あ、なるほどね、このラウンドはあえて無理をしないのか、スタンザマンです。で宮本選手が無理、強引に来たらカウンターを当てようと、はい、そういう作戦だと思いますけどね。さあ第2ラウンド終了、あえて無理はしませんでしたスタンザマン。まあでも宮本選手ね、よくやってますよ。やってますね。まあもちろん KO しないともうね勝てないんですけども、ここまで立ってるってこと自体でもかなりのレベルだと思うんですけどね。精神的に強いものを持った男ですね。そうですね、絶対に折れないって感じしますよね。さあこの宮本、とても2戦目とは思えません。 K1 2戦目、それも世界チャンピオンが対戦相手、ダウンは2つ奪われておりますが、この闘争本能は素晴らしいものがあります。日本の宮本正明です。やはりあの先ほど言われたようにミドル、これを突破口としていけばいいんですか、はい、宮本は。いやでもね、あと1ラウンドじゃないですか、ミドルでっていうのはね、ちょっとどうですかね、難しい、なんかこの選択肢というかね。まあハイキックをね決めるっていうのもね、はい、一ついい選択肢だと思いますけど。さあ第3ラウンドに入ります。さあ、お左強烈です、スタンザマン。左のジャブからワンツーと入っていきました宮本ですが、さあパンチのスピードがあります、スタンザマンです。体を振って中に入ろうとする左のジャンプ、左のフックです、サンザマン。ちょっとねやっぱり宮本選手右のガード下がっちゃうんでね、危険ですねこれは。左をもらってしまうか。そうですね、今みたいに宮本選手右のハイキックですよね、右のハイキック出すことができるか宮本、長身の宮本です。踏み込むスピードがあります、スタンザマン。ガードを上げたスタンザマン。さあ右のストレートから入っていく宮本、膝を合わせるスタンザマン。いきなりね、やっぱ右ストレートだとね、簡単には入らないですよね。なるほどね、ちょっとコンビネーションでね攻めていきたいんですかね。はい、右だ左だ、逆に右もらっちゃいましたね、膝も入る。さあワンツーから右左クリンチでなんとか逃れました宮本です。さあワンツースタンザマンのワンツー左、さあちょっとグラッときたか、右のミドル宮本、宮本も前に出ます。そうですね、パンチから最後蹴りですよね、はい、それはいいパターンだと思うんですよね、はい、さあスタンザマンが前に出てプレッシャーをかけています。試合の方は第3ラウンドに入っています。おっと右のローインロー、まあ軸足払われたってだけですね、はい、
宮本選手もね、もうちょっとスタミナも切れてきましたね。なるほどね。飛び膝を思い切った位置が、ちょっとバランスを崩した。さあ大丈夫か宮本。やっぱりちょっとね、ローブローっていうのもありましたからね、あれが後半になってね、スタミナに影響してるかもしれないですね。さあアッパーです。スタンドマンのアッパー。さあ宮本果敢に頑張る。応戦する。右のストレート、左から入る。おっと、あ、左だ。なん、どうしたんでしょうね。で一瞬後ろ見た。左ワンツー。さあ右だ。スタンドマンの右、右左、アートダウン。あ、ちょっと気持ち折れたと。まあ、それからローブローがやっぱり効いてるのかかもしれませんね。途中一瞬ちょっとこう気がこう、なんて言うんでしょうね、気持ちが折れてしまったというシーンがね、ちょっと見られましたけれども。そうですね、やっぱりローブローが効いてたのかもしれないですね。下半身に力が入らなくなってしまうんでしょうかね。そうでしょうね。それで今ちょっと無理かなって感じで背を向けた時にスタンザマン選手がパンチラッシュしましたね、はい、そうですね。まあそれはもうしょうがないですよね。最後はスタンザマンのご覧のような猛攻がありまして、まあでも宮本選手もね、はい、よく耐えましたよね。そうですね。まあ、第1ラウンドのあのアクシデントでですね、その後2度もダウンがあったにもかかわらず、この3ラウンドまで持っていったわけですからね。そうですね。さすがは世界チャンピオン、このスタンザマン。さあしかしそのスタンザマンも宮本の健闘を認めました。まあ、あのローブローがなかったらね、っていうのはお互い思うことでしょうけども、まあ、スタンザマンもこの宮本の、ね、頑張りをこれ称賛してましたからね。そうですね。やっぱりごめんっていう思いもあるでしょうしね。しかしスタンザマン、こういったワンマッチは強いですね。そうですね。グランプリになるとどうしても怪我とか、はい、そういうのが出てきてしまって、運に、ね、恵まれないこと多いんですけどね。しかしながらこういったワンマッチでは素晴らしい強さを発揮しますスタンザマン。スタンザマンと宮本正明の一戦、アクシデントはあったものの最後はラッシュであの宮本を沈めました、このスタンザマンです。まあ、やっぱりね、はい、世界チャンピオンだけありますよね。そうですね。そのトロフィーを今保持して、そしてベルトを肩に下がりますスタンザマン。スタンザマン激勝です。